里崎チャンネル。こんにちは。さあ今日はですね、はい、怪我との向き合い方、うん、休むのか休まないのか、はい、基準は何っていう。だって今年も結構ね、はい、怪我に出てるじゃないですか、はい、田中マー君がね、うん、あのひらめき、うん、まあ、ふくらはぎですね、はい、肉離れしたりとか、うん、この前千賀がね、はい、ピッチャーライナーを取って足首、うん、捻挫、はい、っていうかなんか靭帯損傷、うん、なんか切れてるとかなんとかって、うん、で2、3ヶ月だったりとか、はい、トミー・ジョンとか、うん、肩、はい、腰、膝とかいろいろあるじゃないですか、はい、休むかどうかの基準です、うん、はい、まあ、怪我の度合いにもよるんじゃないですか。まあもちろんね、うん、でももうそこ怪我したら終わりっていうところもある、はい、もうどんな些細なことでも、はい、もうそこ怪我したらもう出れませんっていう。へえ、まあ、休まざるを得ないよっていうところ、うん、ここはまあまあそんなバチーって言ってなかったらいけるよっていうのもあるんですよ、うん、はい、だからもう一番怪我しちゃいけないところ、はい、っていうか一番やばいのは、はい、ふくらはぎです。そうなんですか。マー君じゃないですか、うん、下半身はもうふくらはぎです、はい、ふくらはぎいったら終わりです。へえ、でもマー君もうすぐ多分復帰しますよ。だからそこが、うん、あの重度軽度あるんですけど、はい、結局復帰しますって言っても、はい、もう2週間は復帰できないわけでしょ、うん、そうですね、うん、だからそこをバチってふくらはぎいったら2ヶ月です、うん、はい、下手しても、まあ、1週間ぐらい、はい、でしかもふくらはぎやると、うん、足首のこれができなくなるの。そうなんですね。もう、うん、だからこの踏ん張ってこれができないの、はい、ふくらはぎにだってこうつま先立ちしてふくらはぎ来ない、うん、向きます。一番力入るのふくらはぎですね。そこがもう無理だから。あ、そっか。これができないからピッチャーなんて足で踏ん張りますもんね。そう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 、うん、常にこうなっての動きだから、はい、全部バッティングもこうだし、うん、走るのもこうだから、うん、もうふくらはぎはちょっとなんだからデッドボールとかふくらはぎアウト。あ、そうなんだ。ももとか上とか、はい、骨折するまではダメだけど、うん、普通の打撲でも、うん、ふくらはぎに当たったらあ、もう休みやなっていう。へえ。もうふくらはぎはもう無理しちゃダメ。逆に。あ、なるほど。まあ、ちょっと怪我したっぽいなってなっても、あ、まあまあここだったら明日も出られるだろうっていうところもあれば、うん、ふくらはぎはもう絶対、ふくらはぎはもう絶対だ、もうデッドボールとか当たったらもうふくらはぎ休んだ方がいいっていう。へえ。バチッと終わるよっていう。うん。しかも一番力入るところだから。はい。そのふくらはぎをじゃあもしやっちゃったとしたら、うん、どうするんですか。その手術とかまだいかないわけじゃないですか。そうそう、だからまあ治療、電気だったりとか針だったりとかのその治療、うん、マッサージだったりとか、うん、もう治療して、まあ、そこの回復をするの待つしかない。はい、なんですね。ただただ待つって辛いですね。歩くのもきついからね。うん、そもそも、はい、逆によ、うん、ハムストリング、はい、肉離れもよく聞くじゃん、太ももの裏、はい、これはね無理できます。バチッと終わるよこれ。バチいかない中の話だから、はいはい、ふくらはぎはそこにバンテージ巻いてやればできるんですよ、はい、でも太ももってこう使うじゃないですか、踏ん張ったり。でも先にふくらはぎの方が踏ん張るでしょ。ああ、そうなんですね、うん、だからこのもも裏は多少はできるんですよ、はい、うん、走ります？走ります。だからそのうまくねバンテージ巻いて、はい、走り方をちょっと考えながら、それ全力では無理よ、はい、でも無理したらできます。固定すれば、うんうん、バンテージ巻いて、はい、でそこにサポート当ててやれば、うん、もうハムストリングは全然、はい、へえ。だからこれハムか、まあ、ひらめき含めてふくらはぎか、はい、この運での差、もうちょっとでもダメだともうふくらはぎはアウト。やったことあります？ふくらはぎある。へえ。もう休み、そっから、何もできない。皆さんもね、そんなと思う人はこのこうやって、こここうやって力入れてみてますから、うん、このつま先で、はい、めっちゃふくらはぎきますから、きますね、うん、それがもうそこがキューってなってるから無理だ。はい。あと上に行けば肩、はい、アウトです。はー。それ野手もピッチャーも、ピッチャーも野手も肩痛いともう無理です。へえ。まず上がらないから、はい、こう、うん、だからもう上がったら痛いからもうどうにもしようがないの、うん、肩痛めてやってませんでしたっけ佐藤さん。あ、肩はね肘、あ、肘、うん、なんか上がらないのに、あ、ガングリオン、あ、そうだ、うん、はい、あれは神経に当たって力が入らないから上げれないだけで、はい、うん、痛さじゃない、そう、はい、こう関節芯とか、うんうん、そこの肩が痛かったら、はい、もうちょっとでも痛いとアウトです。しかも肩手術すると、はい、ほぼ復帰できないですよ、うんうん、だいたいよく見ててその元に戻る人は肩はいないね。そうですか、うん、手術して元のパフォーマンスに戻る人は、うん、いや、いるかもわかんないけどほぼいない。トミー・ジョンとかはトレーニングとか全部みんなここですか。そう、トミー・ジョンは肘、はい、肘は、まあ、そうトミー・ジョンまでいったらできないけど、はい、多少痛くても肘はいけます、うん、へー。上げてここのここのタイミングだけで、はい、ピッチャーとかきついよ、はい、でも野手とかだとちょっと肘痛いぐらいだったらここのこういうやつだけで何とか補えるんですよ、はい、うん、
全力で投げなくてもできるんで。結構トミー・ジョンから復活してるピッチャーもまあまあいるって言うんですよね。そうそう、トミー・ジョンは別にいけるんですよ、うん、でなんでね、ここが来るかっていうと、はい、うん、アメリカ行った選手は結構トミー・ジョンするじゃないですか、はい、日本より、うん、でそれなんでかっていうと、アメリカのボール、僕も WBC 行った時にメジャーのボールとか使いましたけども、うん、滑るんですよ、はい、めちゃくちゃ、うん、だから日本のボールってこの腹で持っててもいけるんですよ、はい、でも滑ったら抜けるからちょっとこう持たなきゃいけないんですよ、うん、しっかり立てて、はい、でそうなった時にこの2本の指ってここと繋がってないですか、神経こうやってやるとここ動かないですか、動く動くでしょ、ここが、はい、この指の2本はこっちに来てるんですよ、はい、人体が。へ、でここをこう抜けないように力入れてギュッてやるから投げるから、うん、ここにめっちゃ来るんですよ、でここがいかれるんですよ。あ、なるほど。じゃあここにあんま力入れずにもう腹で持ってるぐらいだと、ここにそう、日本のボールっていうのはそこまでギュッて握らなくてもいいから、はい、まあ、もちろんトミー・ジョン手術する人もいるけど、アメリカに比べてそこまでないのはそのボールの違いにあるんですよ。へ、僕が WBC の時に行った時に、はい、もうめちゃくちゃ腕張りましたもん、こうやって持たないと抜けるんですよ、はい、うんうん、今まではこれぐらいで全然、はい、あの引っかかりもあるし、うんうん、腹でやってても抜けなかったんですけど、はい、こう確かに立てるぐらいでこうやって立てないと全部抜けるんですよ、はい、滑って、うんうん、で若干ボールも重いし大きいから、はい、だから全部めちゃくちゃ張りましたもん、 WBC に。いや、そりゃ来るなと思いました、ここ。そうですね、だから、うん、アメリカの方がだからこうボールのね、うんうん、違いが結構あるんですけど、うん、でも肘は痛めてもちょっと多少これでできるんですよ、はい、肩アウトです。肩を痛めるっていうのはどうなることが多いんですか。基本的にはここの腱板とか、はい、ここの靭帯とかが切れたりとか、うん、ここの関節の中に関節芯っていうのがあるんですけど、はいはい、この中でこの靭帯と肩が繋がってるとこがあって、うん、はい、そこが切れたりとかすると痛くなるんですよ、うん。もうじゃあピッチャーも野手も肩は命のわけですね。肩いっちゃうともうアウトして、こうなっちゃうんで、はい、ここにねボールがあるんですけど、はいはい、だから日本のボールはこの腹持ちでこういけるんですよ、うんうんうん、でもこう立てないといけないんですよ、こうやって、へー、ぐらいやんないと、はい、滑るんですね、抜けるっていう、これぐらいで持たないと、はい、日本はこれぐらいこう感じできるんですけど、うんうん、ここまでちゃんと持って投げないと、へ、滑って抜けるような感覚があったんですね、僕はね。これはもう個人の違い、まあ、感覚の違いはあると思うんですけど、それぐらい、うん、滑らないようにすればいいのにと思いますね、うん、で聞いたところによると、はい、そのローリングスがメジャーができる時に、うん、めちゃくちゃお金払って参入したらしいんですよ、はい、だからもう一社独占なんですよ、うん、だから改良する必要ないんですよ、うん、だから良くなんないんですよ、うん、ああ、もうローリングスのしか使ってないってことなんですね。そうそうそう、日本とかだと今はね統一球で水のですけど、はい、それまでは球団によって水野だったり Z だったり、うんうん、あのいろんなメーカー使ってたんで、はい、自分たちが売れるように自社開発してよりいいボールを作っていくわけじゃないですか、はい、うん、でも競争がないからずっとそれなんですよ、はい、だから滑らないためになんかね噂によるところ松屋につける滑らないようにしてるっていうのが、はい、なんか暗黙の了解で政府とかアウトとかっていう報道ありましたけど、はい、滑るからみんなそうするんですよ、うんうん、だから日本のボールでそんなこと多分する人いないと思う、はい、へー、したらそうなんですね、うん、まあ、怪我の一番まずいのはふくらはぎと肩、うん、でもう一個、はい、もう本当全然重症じゃない、まあ、ふくらはぎと肩とか重症じゃないですか、はい、全然重症じゃないのにアウトとかあるんですよ。アウト、もうそこやると試合出れないって。へえ、デッドボールとかでですか。指先切るだけです、終わりです。へえ、投げれないんで。あ、そっか。だから料理とかしちゃダメって言われるんですよ。あ、そうなんですか。だから包丁で切ったら終わりなんですよ。もうそうですね、投げれないです、もう痛くて。え、もう この指の腹とかでもダメってことですか。ダメ、だってこれこうできないじゃないですか。あ、そっか。いいなーってなるんで。絆創膏貼っても、絆創膏貼ったら感覚がなくなるんですよ、この指先の。そか、最後の最後の、もうこの指の先の、野球選手はこの指先の神経にすごい繊細なんですよ、はい、だからここの最後のそこ最後のこの感覚でどうするかを決めるわけだから、はい、ここに絆創膏貼ってたらその感覚がなくなるんで、うん、無理なんですよ。そうですね、これ高梨キッチン大丈夫なんですかね。だから危ないよね。まあまあ気をつけて手袋とかして、うんうん、やればいいかもしれないですね。そうそうそう、うん、へえ。だから俺一回しててこっち切ったことあるから、ね、こっちの左手、はい、ああ料理してて、うん、あぶねっす、切ったけど、はい、左手でよかったと思って。あ、そうですね、右手だったら終わるじゃん、うん、左投げで右手でこうやってやる人とかだったら危ない、うん、危ないですね、うん、だから料理とかしちゃダメって言われる。野手もこう投げる方向とかかかってくるわけですよね、うん、そうそう、うん、めっちゃかかるから野手でももうこの指先切ったら終わり。私も昨日もこの辺切りましたけどね。あ、ここは平気ですか。そこは全然大丈夫、この指の腹この3本。なるほど。冬とかになるとカサカサになるの、うん、
だからで野球をロジン使うじゃん、はい、だからもうひび割れがすごいの。その時に俺こことか割れるの、この親指の、はい、うんうん、もうめっちゃ痛いの、ここで握れないから、はい、だからこうなるの、うん、こういう風に、はい、その時だけ春先とか、うん、めちゃくちゃ不安定な、へー、普段これぐらいここで持つのに、うん、だからそういったところももうケラチナミンとか、はい、もうハンドクリームめっちゃ塗る、うん、冬はへえ、カッサカサカッサカサになって割れてくるから、しかも切りやすくなりますもんね。 それでもめっちゃ痛くて投げれなくなるから、うん、だからそれは肩とかふくらはぎと同じようにきつい。へー、あとこれすごい興味本位で聞いていいですか、うん、キャッチャーってまあこの辺に結構当たるじゃないですか、うんうん、すっごい痛がるじゃないですか、うん、あれっていうのはただ試合に出られないほどではないんですか。試合に出られないほどじゃない、でも痛いじゃん。だからその一瞬の痛さをなんとか、はい、うーんっつって収まるのを待ってた。結構一瞬で収まるもんなんですか。あとアドレナリンで出るからね、はい、だから試合後とか痛いよ、次の日とか。もうだからキャッチャーとかもう1年中朝だらけよ、どっかを。そうですよね、だってこう止めたりする時も、うん、あれも結構な速度で来てるボールを見てるんですもんね。膝とかめっちゃ痛いからね、プロテこうしててもここに当たるから、うん、はい、曲げてる時に痛そう、イデーってなるし。あのブロッキングとかそういうブロックで怪我することっていうのはほぼないんですか。ほぼないね。そういうのこう喉とかに当たった時あるけど、こうやって痛そう、声出なくなる、でもそういうのはだからね、痛い、うん、だから休むかどうかの判断で言うと、はい、うん、痛いか痛くないかじゃないんだよ、はい、できるかできないかだけ。あ、そっか、痛くても、うん、できたらそれはできる、はい、でここで切ったり、うん、多少のことでも全部元気よ、はい、打つとか持てるけど投げるのができない、ね、ただできない、うん、だから痛いか痛くないかじゃない、うん、あと腰とかね、はい、腰も大事ですか。大事、うん、こうちょっとこうなるとかできなくなるから、はい、痛くてだからどんどん丸くなるの、うん、打つのが、はい、丸くなるとフォームが崩れるじゃんね、うん、だから腰も大事だし、あと膝、うん、で一番怪我に敏感なのは、はい、ピッチャーとキャッチャー、はい、あと野手は大概どんな怪我でも大体できる、だから連続試合出場しやすい。あ、そうですね。でなんでバッテリーかっていうと、はい、ミスの許容範囲がバッテリーは圧倒的に少ないの、うん、盗塁でもよ、はい、ドンピシャに投げなきゃいけない、うん、野手とか大体ここら辺投げとけばいいから、取れるところに、うん、でもピッチャーとかキャッチャーっていうのはピンポイントで投げなきゃいけないから、はい、それだけ繊細に体を動かさなきゃいけないときに、うん、どっかが痛かったらそれが繊細に動かなくなるんで、うん、でしかもあそこのポジション肩悪いからあそこ狙えって言ってもなかなか狙えないじゃん、うん、でもバッテリーっていうのは攻められるわけよ、はい、キャッチャー全然投げれてないからもう多少走れなくても盗塁しろとか、うんうん、どうせちゃんと投げれてないよっていう、はい、バッテリーはその怪我してることとかプレーができないことを相手に疲れやすいから、うん、だからバッテリーは常に完璧じゃないといけない、はい、野手はもう多少だってもう全然肩怪我して全く投げられへんのに試合出てるやんっていう人たまにいるけど、うん、でもそれができるのも外野だからだよねとか、まあ、キャッチできれば最悪だっていう、そう、それができるのはファーストだけだからねっていうのがあるから、うん、やっぱそのショートとか、うん、あと二遊間とか、はい、あショートとかあとバッティはやっぱもうその些細なことで出れない、うん、そうですね、だから簡単に休むなって言うけど、はい、できないからでしかもそれにつけ込まれてきたら負けちゃうから、うん、だからそこは出ない方がチームのためでもあるっていうね。へー、もしかしたら大きな怪我してないのに昨日この資料を見てたら紙でここ切っちゃって、うんうんうん、じゃあもう今日一日出られないとかいうことも、うん、野手とかだったらいいけど、うん、キャッチャーとかだとそれでってかピッチャーとかだとあって言ってもうちょっとでもそれたりしたらできないから、うん、そうなんですね、うん、いや怪我の管理というかその日常生活大変ですね。え、大変よ、意識しないといけない、うん、だちょっとしたことだってプレー以外のところで怪我できないしね。はい、そうですね。そしたらもう何やっとんじゃんお前ってなるじゃん、うん、自己お前自己管理になってねえぞってなるから、はい、そういった面でもメンテナンスはすごい大事だし、はい、うん、まあ、マー君のふくらはぎの2週間はもうそれ仕方ない、はい、もう絶対できる、うん、あと捻挫とかも癖になるしね、うん、だそういった意味でもなんかこうなかなか難しい。あと休みたくないと思ってるのはみんな休みたくないからね。そりゃそうですよ、うん、ポジションも奪われるしっていうね、うん、そこのせめぎ合いだよね。はい、休んでる間何もできなくて待ってるだけ、治るのを待ってるだけって一番辛い時間じゃないですか。で人がね結果残していったらね、はい、居場所なくなっちゃうし、うん、でも今は一番気をつけてるのはもう声だね。声、プレッシャーない、声が出なくなる時の。あ、俺引退してから声が咳しすぎて声が枯れてたりとか、うん、はい、なんか声にすごい、だって意識あるんですね。だから喉飴飲んだ、喉飴とかもシュッシュとかもう常に常用してる、うん、へー、偉いですね。だって喋れなくなって終わりじゃん。はい、確かに私も風邪ひくというか体調悪くなるとやっぱ喉に来ることが多かったんですけど、うん、最近全くないですね。昔はもう龍角散とかずっと持ち歩いてましたけど、うんうんうん、
だから今声にすごいプレッシャーある。だから攻めれなくなったら全部休まなきゃいけないから、はい、声出なくなったら、はい、ラジオもテレビもこれだって喋れ、うん、声出なかったのに、はいね、俺一回茂原の、うん、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、茂原の七夕祭りかなんかのイベント行って、はい、トークショーで全く声出なくなって、頑張って出したけど、はい、多分お聞き苦しいとこすいません、はい、でも、うん、やっぱ声はすごい、まあ、大事ですよね、うんうん、私も2回ぐらい声ガッサガサのままニュース読んだりとかもしましたけど、うんうんうん、まあなんとか滑舌が聞こえてあれすればかすれててもまあ仕事はできたので、うんうん、休んだことはないですけど、うん、まあ、大事は大事ですね。そうですね、うん、だからまあ皆さんもね、はい、無理しないで、はい、休む時は休んで、はい、無理しなきゃいけない時はしましょう。はい、そうですね、はい、はい、佐々木チャンネル休まないで絶賛毎日更新中です